どうもツバイナンスです。先日久々に青魔道具で大会に参加してみたんですけど、優勝とまではいかずともそこそこ勝ち上がることができました。今みたいな一強環境ってメタもその一点に集中しがちなので、周りがメタカードばかり採用してデッキパワーを落としてる中で、メタに頼らない安定したデッキを使ってあげることで従来より高い勝率を期待できる場合があります。突然ですが皆さん、僕といえば何のデッキですか？そう、ドッカン、そうデスザークですよ。デスザーク、やっぱり DMGP セブンスの印象が強いのか、ツバイナンスイコールデスザークみたいな風潮はあると思います。そんな僕ですが、実はこのチャンネルを始めてからまだ一度もデスザークについて触れてきませんでした。そこで今回はデスザークのここが弱いトップ3を発表していきたいと思います。自分のアイデンティティすらネガキャンしていく男、このチャンネルは忖度しません。弱いものは弱いし、勝てないものは勝てない。僕は当時も別にデスザークを使って勝ちたかったというわけではなく、勝ちたいからその手段としてデスザークを使っていただけなんです。特定のデッキを使うことが目的化してしまうと、競技シーンではまず勝ち続けることができません。ですがそんな薄情な僕でも、多少なりともこのデッキばかりは思い入れがありますので、どうすればデスザークが今後環境に戻ってこられるのか、その具体的な解決策を提示させていただきます。それでは行ってみましょう。デスザークのここが弱いその1、新規魔道具の登場が絶望的。そもそもの構築やプレイ動向以前に、デッキそのもののあり方についても踏み込んでいきます。このデッキはいわゆるテーマデッキなので、基本的にストーリー上活躍しているタイミングでしか新規カードが登場しません。サバイバーとかウェーブストライカーとか若干経路は違うかもしれませんが、イメージしてもらいたいのはその類です。新規カードがどんどん追加されていた当時はデスザークが頭一つ抜けて強かったのですが、その後登場する新テーマは当然デスザークにデッキパワーで勝てることを前提としたものになるので、周りはどんどん強化されているのに自分は何も変わらないという状況が診断が出るたびに繰り返されてきました。スイッチの時代にクラスで未だに Wii U の話をして浮いてるやつみたいな感じで、先日登場したバンナイトカーニバルやゼーロンも残念ながら一番ネックであるデッキパワーの問題を解決するには至りませんでした。テーマとしての色が強くありすぎたがゆえに、今こうして旬を過ぎた時の反動が他のデッキよりも大きいと言えます。デスザークのここが弱いその2、新規闇カードとも噛み合わない。仮に魔道具自体が追加されなかったとしても、強力な闇の新規カードで強化されるかというとそういうわけでもありません。採用カードのストライクゾーンが他のテーマデッキと比べて圧倒的に狭いです。例えばジョロゴンなんかは種族にジョーカーズとさえ書かれていれば無限に強化されますし、サバキ Z なんかも光の大型カードが出るたびに可能性のあるデッキと言えます。しかしデスザークは魔道具以外のカードが全部ノイズになるので、追加の黒魔道具かラビリプトレベルの新規カードが登場しない限り強化のされようがありません。仲間内でつるんではいるものの、クラス全体で見ると孤立している陰キャ集団みたいな感じです。以上2つの理由から強化されることのない化石デッキと化してしまっているのが現状です。デスザークのここが弱いその3、超えられないコンボデッキの壁。盤面処理はお手の物、ハンデスやマナロックもお手の物、でもどうやっても超えられない壁がボチリオ系のコンボデッキです。主にカリアドネ、ロマノフアンショット、青魔道具とかそのあたりです。このデッキはデスザークとガリュサークに依存しており、このどちらかあるいは両方が刺さることが勝つための前提条件となります。つまりこのいずれも刺さらないボチリオ系のコンボデッキには、極端なメタカードでも採用しない限りなすすべがありません。ですが先ほども言った通り、このデッキにおいて魔道具以外のカードは基本的にノイズにしかならず、他の元々戦える対面に勝率を落とした挙句せいぜい五分五分くらいがいいところだと思います。この根本的な問題が解消されない限り、どこかで勝率 10% のガンフリ対面に当たって大会では勝ちきれないデッキとして環境で日の目を浴びることはないと思われます。以上がデスザークのここが弱いトップ3になります。ここまで散々絶望的な現実をプレゼンして全国の魔道具使いをがっかりさせてしまったのですが、先ほども言った通り盤面処理はお手の物、ハンデスとマナロックもお手の物なので、弱点さえ補強してあげればいくらでも復活の余地はあるんですよ。ですがそのためにはウィザーズ・オブ・ザ・コーストの皆さんのお力が必要です。そうなんです、冒頭で具体的な解決策を提示するとか言いましたが、もう僕一人の力ではどうこうしようがありません。ですがデスザークの代名詞である僕とその視聴者の声が集まれば、もしかしたらそれが現実になるかもしれません。そこで今回は実際にこんなカードがあれば俺が必ず環境に復活させてやるぞという具体的なカード案を用意してきました。はい、ただのオリカです。もしかしたら公式の方がこの動画を見ていて、もしかしたらちょうどデスザークの活躍をまた見たいと思っていて、もしかしたらコメント欄の復活を望む熱い声に心を打たれて、そしてもしかしたらツバイランスにコラボカードの依頼が来るかもしれません。僕カードになるのが昔からの夢なんですよ。ちょっと知名度上がってきたからって調子に乗ってると思います。今回僕が考えてきたのはなんとドルスザークの方です。もういい加減デスザークとガリザークにだけ頼る絵面に皆さんも飽きてきたと思うんですよ。正直魔道具の方を増やしても戦術のバリエーションが増えないので、従来の基盤はそのままに、主役たるドルスザークの選択肢を増やして足りない部分を補完してあげることで、より派手で魅力的なデッキになるのではないかと判断しました。それがこいつです。多色のツインパクト、マンジ2バイザーク、マンジスラッシュ、無月
の闇に勝るものなし。まず上のクリーチャー、マンジ2バイザークマンジ。8コストで水のパワー7000。種族はマスタードルスザクとマフィンギャング。無月の門で出し方はデスザクと一緒です。そして効果が、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、または自分のターンの終了時に数字を1つ言います。そして次の自分のターンの始めまで、それと同じコストの相手のクリーチャーはアタックできず、また相手はそれと同じコストの呪文を唱えることができない。効果はほぼシャッフですが、殴るのはデスザークらしくないので、微妙に使い勝手を調整してみました。立つだけで呪文を2つ止められるので、カリアドネやローマノフに対しても対抗できます。除去もバウンスしかり破壊しかり全く効きませんし、並べれば並べるだけロック性能も上がっていくという仕様です。青魔道具に対してはトリガーで魔道具を出した際に、こいつを宣言することで、盤面のメラボルガルたちをフリーズさせることができます。水文明にした理由は、さすがに黒のやることではないと感じ、ルーギリンなど水のドルスザクがすでに存在することから、これくらいならギリ許されると考えました。そして下の呪文、無月の闇に勝るものなし。ありそうでなさそうな絶妙な中二臭いネーミング、妙にリアル。自分の山札を見てカードを1枚選び墓地に置く。それが魔道具であるクリーチャーであれば、そのままバトルゾーンに出すことができます。どうですかこれ、上とめちゃくちゃ噛み合ってるんですよ。手打ちも想定すると4コストでは軽すぎると判断して5コストにしてみました。場合によってはグリゲンを持ってきて相手の攻撃を受けたり、ボガイガーを持ってきてカウンターの起点にしたり、ワイシングなんかを持ってきて無月の門を一気に決めたり、あらゆる魔道具のピントにも意味を見出し、まさに戦術を広げるようなカードになっているのではないでしょうか。え、強すぎる。いや、こんぐらいしてもらわないと本当に無理だと思います。ウィザーズ・オブ・ザ・コーストの皆さん、冗談半分で本気で待ってます。今動画撮ってて思ったんですけど、ありもしないオリカについて熱弁する25歳何なんでしょうね。この動画が面白かったらチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。またコメント欄では皆さんの考えるデスサーク復活のアイデアをどしどしお待ちしております。それではまた明日の動画でお会いしましょう。